航空機、航空機、航空機は、大気中を飛行する機械の総称である。軽航空機、気球、飛行船等々と、重航空機、グライダー、飛行機等々に対別される。軽航空機とは、空気よりも軽い機体が政府力を持っていることを利用するものであり、重航空機とは翼に働く空気の動的揚力を利用するものである。飛行機、回転翼航空機、 航空機、飛行船などが含まれる。航空機は船舶と同じように国籍が登録され、常に登録番号を掲示することが求められる。これにより、その航空機に対する管轄権や外交的保護権がどこにあるのかが識別されている。航空機には法令上、様々な目的で様々な定義が与えられる。以下では、 航空行政の観点による代表的な定義を例示する。様々な分類法がある。一般的に航空機は平均の密度が空気より軽い蛍航空機と空気より重い重航空機の二つに対別される。他にも航空機の運用者や運用目的などに基づいて民間機、軍用機に分類する方法ある。また人、操縦者を含めた人員を乗せるか否かで、 有人機、無人機、無人航空機に分類される。またエンジンの種類によって、タービン、機、ピストン、機、あるいは、レプロ、機に分ける分類法もある。体積の大きな、機能、風船のようなものに、水素やヘリウム、加熱した空気といった、大気より軽い機体を充填することで、機体の平均比重を空気より軽くし、浮力、静的揚力により飛行する。 航空機のこと。LTA、ライターザンアアーキャルイはエアロスタット、エリシュタットとも。翼周りの大気の流れによって生じる揚力、動的揚力によって浮き、飛行する航空機のこと。翼のタイプにより、固定翼機と回転翼機に分けられる。他、ヘビアザンアアーキャルイはエアロダイン、ラダインとも。航空交通管制では、 後方乱気流のための飛行間隔を決定する際、最大離陸重量で4段階に区別している。この分類はミディアムに該当する機体が多いため、航空管制の運用効率化を目指した協調的意思決定では6段階に細分化される予定。航空機の運用者や運用目的などに基づいて民間機と軍用機に分類される。 航空機に関する工学を航空工学という。近年では何かと重なる領域の多い宇宙工学と並び、航空宇宙工学の一部門とみなされている。人類は古くから空を飛ぶことに憧れを持っており、様々な飛行機械の構想が立てられたものの、実際に初めて空を飛ぶ機械が発明されたのは1783年のことだった。 フランスのモンゴルフェ兄弟がこの年熱,熱気球を発明した。しかしこれは空中を自在に動くというわけにはいかず、その後も動力によって空中を飛行する機械の開発は進められた。1903年にはアメリカ合衆国のライト兄弟が動力によって飛行する、いわゆる飛行機を発明し、以後航空機は急速に発達した。航空関係の法律、用語。 習慣などには、船舶が由来となっているものも多い。例えば、下記のような例が挙げられる。航空機と船舶を両方製造しているメーカーは、川崎重工業、1918年から、サード、2015年に参入開始、ツネーシュホールディングス、2015年に航空機メーカーを買収など、ごく少数である。陸上の滑走路に、 離着陸できる水陸両用機は基本的に航空機として扱われる。航空機は認定を受けた部品のみを使用し基本的に受注生産であるため小型機であっても引き渡しまでに時間がかかり効果である。このためメーカーが認定中古機を販売したり中古専門業者が多数存在するなど中古市場が発達しており事故機であっても 機械的な寿命が残っている限り資産価値がある。ボーイングとエアバスの大手2社はそれぞれリユースを促進する組織を設立している。また、部品単位での売買も盛んで、生産が終了した機体の補修部品やアップグレードパーツを開発、ハングル業者も多い。大型旅客機の売買は航空会社の財務に大きく影響するが、大型機は 非常に高価で引き渡しまでに数年を要し需要に合わせた調整が難しいことからメーカーと航空会社の間に入る航空機リース専門会社が多数存在するなど金融機関との関係も大きい。契約には確約の他にも追加購入を一時的に契約し財務や需要に合わせて確定したり購入権を売買するなど独特のスタイルがある。また航空機は 機械的な寿命と法定対応年数の差が大きく部品単位でも販売できるため航空業界とは無関係の会社が節税のために航空機のリリース業を営んでいるなど節税としての取引も多く大きな場が形成されている小型機やビジネスジェットはフラクショナルオーナーシップにより個人向けの市場が活性化した航空機は保守保管にも多額の費用がかかり 資格を持った専門家が多数必要であるため、航空機を開発するメーカー以外にも、整備や保管など各分野の専門会社、パイロットや整備士を提供する人材派遣会社、航空会社やリース会社に情報を提供する専門メディアにより、航空産業が形成されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。